こんばんは、AKB48 の峯岸みなみです。木崎りょうです。須田あかりです。今夜はこの3人でお送りしまーす。やったー、よろしくお願いします。わー、すごい元気、深夜なのに。はい、これからです。これからだよね。はい、私はまあ AKB1 期で、ダースーとゆりやが、SKE で3期。はい、3期生です。同期、仲良しだもんね。そう、仲良し。今日も朝、ゆりやの家から私、須田あかり、来ました。昨日な。あ、もう日付変わってるもんね。あ、そうかそうかそうか。はい、お泊りして。お泊りして、鍋作って。そうなんです。ゆりは意外とできる子で。料理できるの？できるんですよ。今日の朝も私が寝癖直してる間に、朝食作っといてくれて。うん、見たよ、なんかググタス。そうなんです。フルーツ乗せてただけじゃん。え？あと、フルーツ散らばってただけじゃん。パンの上にチーズ乗せて焼いてくれたんです。フルーツ洗ったよ。それができるわ。うん、そうなんです。まあ、ここ二人は仲良くて、はい、私とゆりは今同じチームで活動してるんで、いい具合に架け橋になって。いただけたらいいなと、ユリアに期待してます。私ですか？架け橋というのは、私のダンスがまだね、そんなにすごいがっつり喋るそうです、ね、たこともないので、はい、あ、なるほど、間に入って、そう、こう、なんかいい感じに取りまとめてほしいなと。オッケー、任せてください。よろしくお願いします。します今夜はですね、なんか今言ったのかの声聞こえた？まあ、いいか、気のせいかな。はい、まあ、今夜は私、峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりが、テレビの生放送、日テレ系音楽の祭典、ベストアーティスト、2014だね。2014に出演していました、ね、見てくださった方も多いんではないかなと思いますが、ですかね、ありがたいことに AKB 姉妹グループメドレーをね、今年もやらせていただきました。ありがたいです。SK48 も1曲目だったしね、歌わせていただきましたよ、ね、すっごいね、あの曲カンガルー、すごいジャンプしますよ。すごい元気に踊ってたね、いい足音がすごい。あ、そう、ドタバタドタバタドタバタっていうすごい息のあった、はい、なんか笑い声多く聞こえる気がします、ね。ちょっと3人で、あれこれ3人かな、3人。まあ、まあ、まあ、いいか、まあ、いいか、まあ、夜ですから、いろいろ。豪華だったね、なんか。豪華でしたね。そうです。あ、私、あれ気になりました。何？AKB さんといえば、毎年ヘビーローテーションで仮装パーティーみたいになってますよね。あ、これだよね。そうだ、猫から始まり。そう。動物、職業。今年は何したんですか？モンスター。お、峯岸さんは何着たんですか？私は、ね、メガネモンスターで、目なのね。あ、頭の上にメガネつけてますよね。大きいメガネつけたり、ところどころメガネが、メガネのイメージがあるのかなというか、それぞれのあったモンスターで。ユリアは何だっけ？ユリアは文房具モンスター？なんで笑うの？お勉強頑張ろうかみたいな。なんか、そう言われたのは、りっちゃんが教科書とか本とかテストとかで、ユリアが文房具ねって言われた。そのおバカコンビで、セッターでなんですかね、言ってるのあれ、ね、私はね、なんか、え、なんで理由はわかんないんだけど、はい、黒電話もうその前にわかんないことがたくさん。どうした、電話か黒電話か、え、違います、そこじゃないです。なんで、はい、いらっしゃるんですか今日。あ、小島春菜です、こんばんは。あ、なんか歓迎してるよ。あ、邪魔だったんですか？邪魔だったらどうしようと思ったの。今日はね、名前が書いてなかったから、そう、告知もしてないし、今日実は、はい、まあ、私事なんですけど、そうですね、11月26日はノースリーブスの6周年、結成から6周年ですか？おめでとうございます。6歳だったんですよ。だからみーちゃんとさっき2人でご飯食べてて、いや素敵で、なんかそのままあの、私今日オールナイトニッポンなんだって言ったら、うんうん、あ、じゃあちょっと行くよみたいな。頼んでないよ別に。頼んでもないし、はい、ノースリーブスのこの企画やりますっていうわけでも本当に何でもないんだけど、ね、3人だしね、なんだけど、なんか入れるかなと思って普通に来たら入れたんだよね。多分ね、ここで一瞬ちょっと稼いで、もうしばらく来ないつもりなんだけど。これいつぶりなんですか？これね、結構最近出てるんだよね。そう、でもあんまり出ることないから本当。そう、あ、そうだ、じゃんけん大会の後に勝って出たんだ。その前はなんか沖縄からの流れで来てましたね。そうだそうだ、今年結構出てる。そうそう、なかなかレアですよね。レアですよ、通常会には出ないですよ小島さん。そう、なんか言われな、呼ばれないで来るのすごい楽しいね。自由すぎる。許されるのが羨ましいです。なんかちょっとせっかくなんでね、ごめんね、二人には全然楽しいです。東京都のケイタンさんから、はい、ノースリーブスデビュー6周年おめでとう。私は AKB より先にノースリーブスを好きになって、3人の歌声、パフォーマンス、MC の楽しさ、うん、何より3人の仲の良さ、本当に大好きです。たとえ干され続けても、ずっとノースリーブスを好きです。どういうことですか？干されてんのこれ。
レコード会社からっていうことなのかなんとなく。CD 出してないからね。押されてるつもりはないけどね。うん、ないんだけどね。でもそうやって送ってくださってたもんね。そう。いろんな人が送ってくださってます。高見菜も喜んでると思います。え、ちょっと待って。なくなってないですよ。そこにがない。高見菜なんか今日すごい疲れてたからさ。そうね。疲れてますね。ちょっとね、大きな。大きな。大きなお仕事があってね。AKB の。楽しみにしてほしいですね。楽しみにしてほしいですね。12月頭の方ですかね。うん、そうですね。はい、ということで、すごく長くなってしまいましたが、早速、まあ、3人と1人でお送りしていきましょう。せーの。AKB48 のオールナイトニッポン。改めまして、こんばんは。AKB48 の峯岸みなみと、AKB48 の木崎ゆりあと、SKE48 チーム E の須田あかりと、AKB48 の小島春菜です。はい、今夜の進行は私、峯岸みなみ、そして今夜も AKB48 のオールナイトニッポンは、ノッティービーと同時生放送でお送りしています。イェーイ。イェーイ、見てますか？ノッティービー。さあ、毎回ですね、何か共通点を持ったという前提でお送りしているオールナイトニッポン、なくない？無理やりではありますが、今夜の共通点は何でしょう？何ですか？年は？年は私、18。結構、あ、でも、こじはるさんが一番上だけど、うん、この3人だったら一番上だけど、うん、3人だったら私年上ですよ。23だね。あ、意外と言ってんのね。そうなんです。この前23だったばっかり。あ、そうなんだ。おめでとう。おめでとう。お祝いしてもいい？10月31日です。あ、本当に最近。ハロウィンだ。そうなんですよ。おめでとう。ありがとうございます。なかなかこじはるさんになってもらえることないからね。喋ったことある2人？なんか結構喋る。あるんですけど、こじはるさんは私と隣の席とかになった、うん、あ、外れなぁ。私よくなんかペアとかさ、メンバー同士でペアとかさ、組んだりする、ダンスとか、あと位置とか、うん、そうで、あ、ちょいちょいでも須田ちゃんと2人で、はい、その時は絶対、あ、外れ。大当たりじゃないですか。なぜ外れるか、ね、本当になんか無理が本当に何だろう、はい、ツッコミがいらないなと思って言わないから、まあ、そう、愛があると思うんだけどね。はい、私もそう思ってます。そう、ポジティブ。本当は好きなんだなと思ってます。好きではないかも。なんでですか。もう明るいね。明るいこと。他に探していきますか。何だろう、共通点。何なの、ユリア、喋って。何、私とダースはお兄ちゃんいるよね。あ、いる。あ、お姉ちゃん、兄上、お姉ちゃん、お姉ちゃん、まあ、なんかごめん。末っ子。弟いないの？いないです。欲しい。でも。ペット。あ、ペット。何飼ってる？犬です。わ、昔猫飼ってた。あ、いや、もうダメだわ。春菜も犬飼ってて、私も犬飼ってたんだけど。あ、じゃあ3人で。え、帰る？帰りたくなっちゃった？まあね、ちょっと追いつかないので、はい、正解を言いますと、はい、もう今夜は新曲の発売日ということで、普通に考えば、うん、まあ、選抜メンバーくくりっていうね、あ、なるほど、しっくり来るんですけれども、うん、オールナイトニッポンのスタッフさんがちょっとひねって考えた今夜の3人のくくりはこちら。お、キャプテン、副キャプテン、管理職 AKB だけど若いメンバーから慕われているかは甚だ疑問選抜。ひどいね、これ。私もだ。みんな噛んじゃった。慕われてないか。失礼だな、これは。慕われてはない。こんな2行目いらないだろうな、うん、本当はね、1行目だけでいいですよね、うん、管理職っていうところでいいじゃんね。え話が進まないんだよな、ユリアいると。ひどい。説明が必要なんで。キャプテンとキャプテン分かりますよ。管理職は誰なの？ダス。あ、3種類じゃないよ。違う違う、キャプテン、キャプテン、管理職じゃないよ。キャプテン、キャプテンを踏ま、全部合わせて管理職。あ、管理職って名前なの？なんか総監督とか、その、いや、管理する人ってこと？まあまあまあ、大体、まあ、理解、了解です。びっくりしたわ。大丈夫です。どうですか、小島さん。でも絶対ダースのキャプテンぶりとか知らないでしょ。うん、キャプテンなの？そうなんですよ。いつのリーダーやってるんですよ。昔から？いや、大卒学後です。あ、じゃあ大抜擢されたんだ。そうなんです。私意外とちゃんとやってますよ。そうなん、全然見たことなかった。はい。でも私もキャプテンのイメージそんなに。え、まとめられるの？そんな感じで。はい、うん、私も前に出たいタイプなんで。そうだよ、ね、そういうの無理じゃん、キャプテン。だけど、みんなにも前に出てもらえば、中和されるじゃないですか。じゃあみんなすごいんだ。はい、みんな押し出してます、押し出して私も出てます。
で誰が今のそのいいでは結構来てるなみたいな、グイグイっぷりだとドラフト生が今来てるなっていう感じです。3人いるんですけど、多いよね。1人はめちゃくちゃ濃いのは小石久美子ちゃんっていう子で、もうなんか谷まりかに負けじと出てこようと頑張ってる。すごいね。そこでありますね。ガチャガチャしてそうだね。ガチャガチャしてます。本当に楽屋とか鳴りやまないです。鳴りやまない。何が鳴りやまないんだろう。鳴りやまないですね。そんな感じはありますけど、でも私結構やれてると思います。なってるんだね。なんとかやってますね。え、その話したりするの、ユリアと。するね。ね。するし、意外と、気にしいだし、悩みやすい、ネガティブだし。めっちゃさ、毎日泣くし、はい。端っこで泣いてるイメージ、すごいある。めっちゃ泣いてるよね。毎回仕事の終わりでさ、はい、涙を流すよね。でも、一個、悔しがるっていう気持ちを、偉いね。5年間忘れない。諦めてないからね。そういうのを、こう、涙も出ないよ、私。そんな違うんですよ、そんな。ユリアはさ、SK から、うん、でさ、はい、キャプテンみたいなのって今までやったことあったんだっけ。やったことなかったです。どっちかっていうとなんかみんなに可愛がられて愛されてみたいなイメージだったよ ね、うん、どうですか方は。いやー大変だよね。ガキンチ多いですよね。子供が多いね。子供が多いね。でもなんか可愛いなって思うやっぱ、うんうんうん、みんなそういう年になってきたんだよね。なってきた。だって 2番目ですかね。みんちゃんの次に先輩なんだもん。そうだね、綺麗言うとね。そうなんだ、うん、ユリアさん、ユリアさんですけどね。ユリアさん、キサキさんですから。うん。あ、名字。そう。でもよく二人で、はい、打ち合わせをめっちゃ家でするよね。うん、私のセットリストとかもそうだし。すごい。今日家行っていいって言って、はい、家行って、はい、なんか一応お水出しますかとか言ってくれるんだけど、はい、なんかそんな中、結構もう3回ぐらいはやってるよね。もっとしてるでしょ。深夜の打ち合わせ。すごい。結構長時間しますよね。そう、ずっとリクアワの DVD をかけながら、はい、この曲こうだね、はい、この曲フォーがやったら可愛いねとか。熱いですね、めっちゃ。結構愛してるよね、私たち。フォーのこと考えてるんだけどね、伝わってるかな。偉いね、みんな。で、春菜もさ、うん、なんかラストさ、なんつうの、一花でさ、うん、最後キャプテンとかどっかのチームをやりってほしいよね。やだ。やってほしい。あ、やだ。やだ。なんで？絶対やだ。できないもん。できるよ。なんとかなりますって。うるさい。うるさいな。綺麗な。そんな。そんな。やっぱできないよ、みんなすごいもん。いやでもなんか。なんつうの、なんか指導するというよりはなんかこう背中で語るじゃないけどさ、藤原さんみたいになりたいって人はさ、そう、うん、そうそうたくさんいるわけですから、うん、背中なら見せてあげてもいい。仕上げてるんで見せてあげてもいい。かっこいい。世界的な仕上げてるんですよ。見せなかったとかそういう話じゃないよ。あ、違うの。違う。なんか雑誌とかでたまに言われるからさ。そういうことじゃないんですよ。違う。期待はできない。はい、そうですね。はい、ということで、まあキャプテン、キャプテンですからね、はい、トークの方も頑張っていきたいと思います。はい、お手本になれるように。ということで、今夜も最後まで聞いてください。AKB48 のオールナイトニッポン。この番組は、AKB48、ついに公式音ゲー出ました。映画、ミラクルデビクロくんの恋と魔法。以上、各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。では今夜の1曲目です。あ、じゃあ、はい、私はそろそろ帰りますわ。どうか、お邪魔しても。何しに来たの。いや、ほんとちょっと来たかっただけなんだって。あ、そうなの。じゃあ記念の日だし。じゃあもうあ、送ってったよ、送ってしたまで。それは困りますね、みーちゃん。いいのかな。仕切り仕切り仕切りだもんね。大丈夫、みーちゃん。みーちゃん一人で降りれる。うん、降りる。降り方はわかる。降り方わかる。あの、じゃあ最後に一声ということで、はい、AKB48 38枚目のニューシングルの曲振りをね。そうですね、そのお願いしたいと思います。いただきたいと思います。はい、それではですね、私たち AKB48 の38枚目のシングルが本日リリースとなりました。なんと皆さんのおかげで初日ミリオン達成です。本当にありがとうございます。私たちみんな選抜メンバーですからね。はい、はい、じゃあそれでは聴いていただきたいと思います。 AKB48 で希望的リフレインのカップリングで、え、あれ私も参加してます。小路坂46の、うちら歌ってないよ、風の羅生を聴いていただきたい。それじゃない、それじゃない。おやすみなさーい。聞いていただきました。乃木坂乃木、小路坂46で、風の螺旋。はい。風の螺旋。お聞きしていただく予定はなかったんですけど、急に振って帰ったんで。結構長めに。なんか本当に、はい、なんだろう、演出とかじゃなくて、マジで本当にただ来たくて来ただけだから。ノリでしょ、はい、
すごいよね。そうですね。だって私が、オールナイトニッポン出たいんで来ましたって言っても出してもらえないですからね。入れてもらえないから。間違いなくそうですから。つらい。なんかいいね。それ来てさ、喜ばれてさ。二人もなんかツーショット撮ってたしさ。はい。撮ってもらっちゃった。撮ってもらいました。なんか私、ツーショットとか頼まれたいし、私だって。撮りましょう、ミネギさん。大事に撮りましょう。撮りましょう。まあね、いろんな、この、希望的リフレのカップリングも充実していますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。ということで生放送なのでメールを大募集します。今夜のテーマはこれ、ゆりや。紅白歌合戦希望的リフレイン。はい。おお。後ほどゆっくりお伝えします。やっと聞けましたね。はい。今日発表されましたが、国内の AKB48 グループ全部が NHK の紅白歌合戦の出場が決定しました。ありがとうございます。すごいよね。すごいですよ。ありがたい。ということで紅白の舞台でメンバーにやってほしいこと、はい、リスナーのみんなが見てみたいという希望のパフォーマンスを募集します、はい、NHK ワールドで放送 NHK ワールドで放送があるので、はい、外国でも放送があるので英語で自己紹介をしてください。私 あ、これ急にやるんだ。Nice to meet you too, 木崎ゆりや。ゆりや木崎。OK, thank you. 自分発信で。今の最近、ここか。ダメよ、ダメダメよ。3人の会話の中で自然に言ってください。いやー、今日もね、こんな出演生放送じゃないですか。ちょっと生放送で、まあ見えないと思うんで、見てみましょうよ。ダメよ、ダメダメ。似てなくね。やってみろよ、じゃあ、ユリアが。ユリア、パンツ見せて。ダメよ、ダメダメ。似てないやばい、これやばいぞ。次に歌う、白組の中渕剛さんを紹介してください。はい、ユリア。どういうこと？中渕剛さんの。続いては、白組の、長、ん？ちょっと特徴とか入れてね。あ、髪の毛がツンツンしてる。グラサンをはめた、長渕。強さんです。どうぞ。やばいことが起こりそうな予感がしますが、大晦日の紅白歌合戦。え、他の人も出してく。はい、紹介するんですか、うん、はい、力強い歌声で、お、いいね、魅了してくれるはずです。長渕剛さん、どうぞ。はずじゃなくて絶対してくれるよ。間違いない。そうですね、絶対してくれるね。してほしいです。じゃあみーちゃん。男の中の男、長渕剛さんです。おいいですね、締まりましたね。確かに身近なにね。はい、ということで、はい、いいですかね、はい、大晦日の紅白歌合戦であなたが見てみたいパフォーマンスを自由な発想で送ってください。まあ今分かった通り無茶ぶりということでね。はい、3人とも脳を深夜にフル回転させて頑張っていきたいと思います。はい、受付メールアドレスは akb@allnightnippon.comakb@allnightnippon.com、 すべて小文字のアルファベットで書いてください。AKB も小文字です。はい、メールの件名の欄に、テーマメールならテーマ、メンバーへの質問なら質問、感想なら感想と書いて送ってください。たくさんのメールをお待ちしています。今夜は、峯岸みなみと、木崎ゆりあと、須田あかりがお送りしています。AKB48 のオールナイトニッポン。生放送ということで18歳以上のメンバーだけが参加できる AKB48 のオールナイトニッポン。今夜のメンバーは AKB48 の峯岸みなみと、骨塾 AKB48 の木崎亮と、 SK48 チーム E の須田あかりです。はい、ということで、はい、なんかさ、 AKB の、うん、木崎ゆりあですって言うわけじゃん。そうだね、寂しい。ダンス寂しいっていうよりはなんかお互い違う場所だからこそ頑張れる部分って。ああ、いい話。あるので。なんか、ダンスが一番背中押してくれたもんね。そうね。なんかさ、楽屋でさ、そんな久しぶりなのかなっていうぐらいの時にでもさ、会うためにハグしてるよね、なんか。あ、ダンスユリアってなってるからさ。一日ぶりでもハグする。すごい仲いいんだなっていうか。そうなんですよ。みーちゃんもハグしようじゃん。ハグ？一日ぶりでもハグしよう。一日ぶりでも。欧米だね、欧米。欧米。チュッチュッって。さあ、生放送中にいろんなサプライズが起こる AKB48 のオールナイトニッポンですが、再来週の水曜日12月10日は、うん、いよいよ今年最後のスペシャルウィークです。今回はこんな企画をお送りします。AKB48 2014大反省会スペシャル。なんだ？大反省会スペシャル。日本
さんもね、うん、読めるよ。読めた、読めた。あ、読み仮名貼ってあるね。うん。ここにやばい。ガチなんだね。危ない危ない。ガチなんだね。ギリギリですね、今の。ユリア、ガチなんだね。ひどい、なにこれ。かわいいね。ひどいな、今年も自分たちとしては、全力で駆け抜けてきたものの、うんうん、AKB48 グループ、リスナーのみんなの目にはどう映ってたのかは、まだわかりません。そうだね。そこで、リスナーの意見を真摯に受け止め、この1年を振り返っていこうと思っています。はい、出演が決定しているのは、総監督の高橋みなみ。わー。いつもいつもそうやってさ、高見菜をさ、引っ張り出してさ、もうこうやって。高見菜さんいればなんとかなるみたいな。リスナーの人が厳しいこと言うの高見菜気にしちゃうからね。そうだよ。もうちょっと優しくしてあげてください。お願いします。つまり今回の AKB48 2014大反省会スペシャルは、うん、総監督とメンバーの誰々がガチンコトーク、うんうん、的な企画を用意しています。すごいね。なので、リスナーのみんなからは反省した方がいいメンバーとその内容を募集します。なるほど。例えば、中西千織モノマネのレパートリーが増えてない、反省して。これはダメだね。春菜、うん、逆にちょっとオールナイトニッポンで過ぎじゃない、ブレてる。キタリエ、オールナイトニッポンでも泣いて思ってることは全部吐き出して、などなどですね、はい、ファンの皆さんの声をね重視していきたいと思いますが、はい、面白そう。ちなみにジャダースが最近反省してほしいなと思うメンバーいますか？今直感で浮かびましたよ。誰誰、怖い。谷まりかですね。ああ。あの、頑張ってるよ。もうほんと最近、やっぱ目立つポジションになんか、だいぶ出てくるようになったりとか、ほんとになんか注目されるべきメンバーでもあると思うんですよ。なのに、1列目の端っこだよ。そうですよ。ね、あの、私と SK48 の12月の考えるポジション、新名なんですよ。うん、あ、すごい、ね。うるさい、うるさい、新名だね。はい、あの、両端から盛り上げてる。今日もなんかさ、パンパンって抜かれた時、もうすげえなーと思ったの。インパクト。可愛かったですよね。可愛かったよ。ありがとうございます。谷まりかなんですけど、うんうん、あの、その、今が頑張り時なのにもかかわらず、うん、ある番組で、あの、すごい汚いアイドルっていう名前を付けられちゃったじゃないですか。ありましたね。家がすごく汚い。あ、すごかったね、映像ね。そうなんですよ。あ、それで反省しろと。はい。一緒に大掃除もしてほしいですね、じゃあね。あ、なんなら、まあ、手伝ってでもいいんで。優しい。はい。いいね。もうちょっと綺麗になってほしいですね。ユリアいる？私は、西野美希ちゃん。なんでなんで、いろいろ反省した方がいい。頑張ってる。頑張ってるよ。バカなんだもん。だってもう。いや、ユリアに言われたくない。本当にバカなんだ。ユリアが、頑張ったらみんな頑張ろうと思えるかもよ。どういうこと？ユリアでも、ユリアでもいけるんだって。東大にとか？東大はさすがに無理でも。無理かな。まず中学生のドリルから始めてさ。そっか。うん。ミキちゃんはバカ。ミキちゃんバカ。例えば。バカだし、字が下手だし、バカにしてくる、私のこと。ああ。いや、それは、ユリアにも問題があるでしょ？問題。舐められないよ。だって、ミキちゃんに言ったこと全部自分にも当てはまってるよ。うん。確かに字は綺麗じゃない。ちょっとユリアも一緒に反省しに行ってください。そうですね。お願いします。ということで、総監督の高見菜以外、はい。まだ出演者は未定ですが、リスナーの意見を参考にしますので、どんどんメールを送ってください。はい。受付メールアドレスは、akb@allnightnippon.com。akb@allnightnippon.com。件名の欄に反省と書いてください。よろしくお願いします。お願いします。AKB48 2014 大反省会スペシャルは、再来週の水曜日、12月10日深夜1時からです。絶対に聞いてくださいね。木崎りあです。七種のモアイさん。希望的リフレインが初日ミリオンを達成した感想を英語でお願いします。ファーストデイミリオン、希望的リフレイン、 Thank you。 AKB48 のオールナイトニッポン、ザーカリです。モンキーターンさん、一緒に泊まってみて分かったユリアの秘密教えて。あんまりユリアはしゃぶしゃぶでお肉をしゃぶしゃぶしてくれない。 AKB48 のオールナイトニッポン。SKE のダースと AKB のユリア、ミニングシミナミでお送りしています。この時間はこちらをお送りします。週刊 AKB48 ニュース。この1週間に起こった AKB48 や48グループに関するニュースをピックアップ、その舞台裏などの詳しくお伝えしていきます。最初はこちらです。大晦日に大集結、 AKB48 国内全グループが NHK 紅白歌合戦出場決定。
今日大晦日恒例の第65回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手が発表されました。 AKB48 グループからは AKB48、SKE48、NNB48 に続き HKT48 が初出場となり、国内の全グループが12月の31日に一つのステージに集結します。この喜びをこの後メンバーが語ります。48よく読めたね。ギリギリだった。なんか、ちなみにユリアが振り仮名を振ってたのは恒例ですね。そう、恒例。恒例。あと、ジョーがね。出場が。出場も言いやすいように丸ってある。丸打つと言いやすいの。言いやすい。国内全グループ。なんか、フォテト、フォテトって言ってたよ。どこ?AKB フォテト。SKE フォテト。フォテトみたい。フォテト好きだから。言えたことだけですごい良かったと思います。そんなことよりもですよ。はい。歌合戦ですから。すごいですよ。すごいですよ。嬉しいのか、ほんとすごいとしか言いようがないというか。いやもう年が明けますね。うん。もう私今年 SK48 出れないんじゃないかって正直思ってたんで。腹くくってた。なんで？なんか、わからないですけど、なんか、こんなにトントン拍子に進んではいけないと思っちゃうんですよね。3回目でも、SK もトントン拍子ではなかったでしょ絶対。だと思うんですけど。結構大変そうに見えるけど。でもやっぱ AKB さんに比べたらね。そうです。だって AKB さんがいなかったら SK はここまで来るレールすらない。AKB がいなかったら私に言わないでよ、それはちょっと。確かに認めづらい。そんなことないけどさ。認めづらいと思います。でも HK ってすごいですね。初出場ね。勢いあるからね。はい。私の力もあり、そしてみんなの勢いもあってる、うん。なんかでもせっかくさ、こう、多分普通の人が見てたらさ、うんうん、あれまた AKB 出てるって思っちゃうぐらいさ、うん、みんな多分同じに見えてるわけじゃないですか。そうですね。だから各グループの色がね、出せるといいなと思うんだけど。うんうん、そうなんですよ。メスケはいつもパフォーマンスがすごいもんね。そうですね。バク転したりとか。なんか私たち、私のなんか、まあ、喋っちゃうんですけど、私もなんか、うん、SK の中での課題だと思ってる、今、うん、SK の課題だと思うことが、うん、パッと見て、あ、SK だって分かってもらえること。そうなんだよね。難しいよね。やっぱそのさっきも、峯岸さんが言ったみたいに、あ、また AKB みたいなの出てきたぞ、みたいな。なんか同じじゃん、みんなって思われたりするのが、ね、やっぱり否めないと思う。それでだったら、一つでいいじゃんって言われるのが一番、はい、ね、寂しいし、悔しくもあるのでね。パッと見て、あ、SK が出てきたって楽しいなって思ってもらえるようなグループにしたいなっていうのが今。各グループの差別化は課題ですね。課題ですよ、大きな。まあ、残り時間も少ないですけど、はい、各チーム、はい、切磋琢磨でね、はい、いいパフォーマンスができると良いなと、はい、思いますね、はいはい。さあ、そしてですね、はい、HKT が初出場ということで、はい、実はここで HKT48 の、メンバー、兼劇場支配人、指原莉乃から喜びの声が届いています。聞いてみましょう。まあ、できるだけ早く、まあ、明日だな、もうな。明日から、指原莉乃は、HKT48 に移籍します。かわいそう。これどうしてこれ、 これ不手際ですね。こちらの指原さんつながりだけど違う声ですよね。ちょっとデリケートな素材流しちゃってるんですよね。これ大切に保管してくださいね。本当ですよ。せっかくハッピーニュースなのにね。いや本当に。ちょっと改めてありますかね、喜びの声、こちらです。オールナイトニッポンをお聞きの皆さん、こんばんは。HKT48 の指原莉乃です。この度、第65回 NHK 紅白歌合戦に HKT48 が初出場させていただくことに決まりました。ありがとうございます。いや、もう本当感謝してもしきれないというか、いつも応援してくださっている皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。みーちゃん、私、頑張ってるよ。じゃあねー。丸投げじゃないですか。超丸投げ感。そう、どうですか今頑張ってるよって。いや、頑張ってるよって、それはよく知ってますよ。なんか毎日普通に会ってるよ、ね。さっきも会ったよ。でもなんかね、頑張ってるのにね、あんないじられ方もするしね。はい、もうね、私とサッシーはそういう差が、もうそういうあれなんですけどね、もう、私だけでも頑張りを認めてあげようって気持ちでいます。でもサッシー頑張ってるよね。頑張ってますよ。すごいなって思うところいっぱいあるよね。なんか慕ってる後輩がもうみんなじゃないですか。確かに、HKT の道しるべですからね。すごいと思います。ダスはいいで慕われてる？慕ってほしいと思ってますよ。慕ってるけど。どうかな、わかんないですけど。ユリアから見てどう？ダスはそういう、どういうタイプなの？いや、私は、いろんなこと知ってるから、やっぱ、慕いますよ。
ダースのこと慕ってる。だけどそんなに知らなかったらどうかなみたいな。そう知らなかったら、チャランポランに見えちゃうかもね。そうなんです。私、知れば知るほど好きになってもらえるタイプなので。あ、そうなんだ。じゃあ私はこの辺で大丈夫です。なんで次行きましょう。好きになるとこまで来てください。次行きましょう。カモンです、カモン。続いてのニュースはこちら。はい、私が言います。はい。マジスカ学園シリーズ第4弾放送決定！AKB48 のメンバーが出演する連続ドラマ、マジスカ学園4が来年1月より日本テレビにて放送されることが分かりました。前田敦子さん主演で2010年にスタートした学園ドラマ、新シリーズでは誰が主演を務めるのか。前作、ピース役で強烈な個性を放った木崎ゆりやさんは出演するのか。この後メンバーで腹の探り合いをします。これやるんですか？腹の探り合いするユリア。どういうこと？腹探ればいいの？やってやって。腹探ってみ、私の。黒かな。それは私の性格の問題だよね。うん、黒かな。じゃなくて。違くて。違くて。うん。腹の探り合いっていうのは、まあなんか、どうなのみたいな、知ってんでしょみたいな。あ、ちょ、怖いね。女の怖い感じ。自分が出てるよ、の、出ること知ってて、こうやって普通に会話するのとかずるいからね。言われちゃっといた方がいいよ。めっちゃ怖い、みーちゃん。そうって知らない。目がすごい、誰だろう誰だろうとか言ってて、あ、なんだよ、出るのって分かってたのに、ああいう風にしたのかってなるぞ。って言ってみーちゃんが出るんでしょ。いや、どうかな。私出たいです、私だけです。それさ、出たいって言うのじゃないから。出たいって待ってます。まあね、まだチャンスあるからね。そうだね、今からだもんね。でも、これ本当にどこまで言ってんの、ダメですよね、言っちゃ。これダメですよね。秋元先生が言ったら言っちゃうよ。秋元先生結構さ、ポロッと言うじゃない。755とかで755でね。なんか私のやつも、ファンの人が、ユリアは、マジスカ4出るんですかみたいなのに、期待しててください。いや、そういう、なんか。あ、じゃあ出るんですか？ちょっとそこは。いや、もろっと言っても。ちょっともう。何役？何名前？何名前？おまんじゅう？ピースではないから。おまんじゅう？おまんじゅうなんですか？せめてボールとかにして、おまんじゅうって。ボール。ボールも嫌だけど。かわいい。ボール来たら。じゃあ、ダースが出るとしたら名前なんだろうね。何がいいか、何体とか。あー、あー、開脚、開脚。開脚、開脚、いいじゃん。開脚、Y 字、Y 字。Y 字。めっちゃダサいですよ、でも。Y 字って言わない。Y 字。怖い声で言わなきゃ。あの、なんか、ちょっと言うんだったら。うん、ちょっと言うなら。私やっぱキャプテンなんで、4の。言っちゃ、言っちゃ。この今後4のリハーサル状況とかどうしますかみたいな時に、ちょっと丸々さんと丸々さん、今後ちょっとドラマがあるのよ。ちょっとスケジュール忙しくなりますみたいなのね。あったりなかったり。止められてるんでこれじゃ言えませんけども。だったら今後ちょっとなんかスケジュールが難しくなってくるメンバーが4にもいるらしい。いや、4は今来てますからね、そうそう、若手が多いんでね。本当ですよ。そういう子たちが中心になって。はい。行くのかなと。ちなみに私は言われなかったんで、あれから聞いたと思います、スケジュール。いや、そこはもう、フォーを守ってくれて、守護神だね。フォーの守り神になります。代わりに私が、劇場頑張ります。ということでね、はい、楽しみにしていてほしいですね。そうですね。はい、そうですね。ということで、以上、週刊 AKB48 ニュースでした。峯岸みなみです。3の指ができないさん、ノースリーブス6周年おめでとう。ここで7年目の抱負を情熱いっぱいにどうぞ。もちろん5大ドームツアー、 AKB48 のオールナイトニッポン。今夜は峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりがお送りしています、 AKB48 のオールナイトニッポン。さあ、ここまでで感想メールなが届いております。ラジオネームコカラスマルさんからいただきました。ありがとうございます。小島さん、フラッと来て自由に喋るってオールナイトニッポンは昔の友達が始めたバーか。ナイスツッコミ来てますよ。うまいですね、バー。大阪人すごかったね、あのフラット感はね。いやー、すごかった。なかなかできないよね、他の人は、ね、しかもちょっと嬉しかった。なんか小島さんとあんな、こんな時間にちょっとこんなたわいもない話をできることがすごい嬉しかった。たわいもない話とかしないの、春菜と。しないですよ。初めてあんなたくさん話したか。いや、そんなたくさんでもなかったでしょ。いや、すごいたくさん、文字数で言ったたくさん。そうなんだ。じゃあ、これを機に仲良くなられるといいですね。なりたい。そうですね。うん、じゃあ、続いて。はい。届いてますか？いやが読みます。千葉県にお住まいのラジオネーム、空飛ぶほうきさんからいただきました。ありがとうございます。この前の放送で、みーちゃんが、ノープラと言っていましたが、ちなみに今日は？いいよ。チェックして。ちょっと待って、でも大きさ的に言ったらノーブラじゃなくない？やめろよ。撮ったらちっちゃいの。撮ったらちっちゃいのやめろよ。
あ、つけてますね。ね、結構固めのやつつけて、今日漏れるやつつけてる、ね。固めのやつ。前回は、何、ノーブラって。いや、なんか、これ、わけがありました。あの、昼にね。はい。あの、マッサージに行って、はい。取ったタイミングでぶっ壊れたの。あ、ブラが？そう。で、その後、仕事したりとか、まあ、それは、あ、そうだ。その後仕事じゃない。普通にちょっと買い物とか寄って、買い物じゃん。ノーブラで買い物？ずっと猫背で買い物してて。バレないように。そう、それで結局ここに来て、普通にやってたんだけど、最後の最後なんかいても立ってもいられなくて、3時ってテンション上がるじゃん、なんかもう。上がっちゃうね。言っちゃったっていう。うん、今日はちゃんとつけて。やめてね、脱ぐとか、この後。ね、フリ、フリそれ。フリ。フリ。乗ってみて映ってるんで気をつけてください。気をつけます。ちょっと自制心を保って。はい。気をつけましょう。ということで、今夜のメールテーマ、紅白歌合戦希望的リフレインということで、うん、はい、紅白の舞台でやってほしいパフォーマンスを送ってもらい、そのリハーサルをやる程度無茶ぶりに答えていきます。はい。かかってこいやと書いてあるから読んだよね、挑戦的ね、とりあえず。読みました。はい、読みました。さあ、ですね、ラジオネーム、レモン果汁 48% さん。はい。新潟県の方ですね。あら。紅白といえば演歌ということで、拳を聞かせた自己紹介をしてください。お、いける人？はい。はい、ガス。須田管理です。お、どうだ？なんか土俵入り？ちょっと思いました。え、でも入りはすごい良かった。あ、感じはつかめてた。なんかうまくいかなかった。え、自己紹介って言った？うん、そうだよ。自分の私知ってる？キーザーキー。わかんない。何これ？拳？拳を握ってリズム刻んでました、この子は。あ、ビブラードみたいなやつ？あ、そうだね。あの、そうそうそう。そうね、演歌で演歌のビブラート。演歌版ビブラート。うん。でもできないだろうからいいや。次行こう。次行こう。続いて、峯岸南アフリカさんからいただきました。すごいな。紅白恒例の南極からの中継をお願いします。何？南極からの中継。それでは南極の木崎さん。あ、こちらのバスタオルを今回してるんですけど固まっちゃってもう寒いからあれすね。寒さの表現ですか？そうなんですよ。あの紅白なんでもうちょっとなんですかね、絵になることやってもらってもいいですかね。じゃあ白組の皆さん頑張ってください。ありがとうございます。知らないもん。何それ。しかも白のタオル振ってる時点で敗北宣言だから白旗あげちゃってる。まああらがち間違ってなかった。寒さね。よかった。じゃあ北極の須田さん。はい。はい。寒くけ歌が歌えまへん。茎がよくかかまっけまっか。それでは北極の須田さんで12月のカンガルーをお願いします。海が不合カンガルー。ありがとうございました。しかも全部ノッティビで映ってるからね。顔難しいな、無茶ぶり。難しいね。まだまだありますよ。うわ、峯岸南アフリカさんから、NHK は渋谷にあるので、渋谷にいるギャル語で会話してください。じゃあ、峯岸さんお願いしますよ。会話だからね、会話。会話あ、そっか。え、マジだりいんだけど。超だりいよな。っていうか、やばくない？ちょ、ベイバーリー熱いんだけど。パないよね。パラ、パラパーティーだよ。マジスケマ取れた。いや、マジス、スダ KY じゃね？なんで？私、好きで KY やってるんだし。好きでやってんの？そんなことです。何が言いたいか分かんない。ゴールがどこか分かんないんですけど、どうするんだよ。3人やっちゃうとダメだよ。3人やっちゃうとダメだよね。誰か止める人がいる。止める人がいる。しかも、好きで KY やってるとか言っちゃった。無意識です。続いてきます。滋賀県。ラジオネーム、黒丸セレサさんからいただきました。うん、司会の方に対して、塩対応で受け答えしてください。じゃあ、AKB48 の木崎さん、この曲にかける思いを教えてください。まあ、普通だよね。エリカ様？エリカ様？見どころはどうですか？見たらわかんじゃないですか。あ、ありがとうございました。あ、いい資料だね。得意だね、こういうの。で、続いて SK の須田さん、うん、はい。今の気持ち誰に伝えたいですか？自分。資料なのかこれは。自分好き。ではこの曲の聴きどころを教えてください。ない。資料ですね。パルルを超える資料ですね。パルル持ってていいよ。ということで、じゃあそのままの勢いで須田さん、新曲の曲紹介をお願いします。
12月7、神対応でいきます。12月10日にリリースとなる私たち SK48 の16枚目のニューシングルです。あかりも歌ってます。声聞いてください。それでは聞いてください。 SK48 で12月のカンガルー。今夜は峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりがお送りしています。AKB48 のオールナイトニッポン。AKB48 のオールナイトニッポン。今夜は峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりの3人でお送りしています。お、さあ2時にもなったということで、こんな企画をお送りしていきます。はい。フラゲリカは1035分の3。おダースが返事してユリアが言うと。大事になっちゃった。ナイスでした。はい、ということでファン投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスするリクエストアワーセットリストベスト1035が2015年1月21日から25日に東京ドームシティホールで開催されます。AKB48 グループの楽曲1035曲をランキング。1位はもちろん1035位も決まってしまうというね、ちょっと怖いイベントですね。投票はもう昨日からスタートしております。投票権、投票の仕方について詳しくは AKB48 のホームページをチェックしてください。新曲にも投票権あります。はい。さあ、このコーナーではそのイベントフラゲしてメンバーの私たちが1035曲の中からそれぞれの好きな歌のベスト3を勝手に発表していきます。1035曲の中にどんな曲があるのか、いろんな曲を知ってもらうための企画でもあります。なるへそ。もうすごい一覧の紙みたいなもん、なんか新聞みたいだったよね。すごかった。なかなか見たことない曲もあったり、はい、ありました。聞いたことない曲もあったので、それぞれがどんな曲を発表するのか楽しみにしていきたいと思います。では発表していきましょう。まずは峯岸みなみが選んだ第3位です。エントリーナンバー702番、チョコラブのチョコレート。聞いてください。この歌、あのね、そう、キスをチョコレートに例えた歌なんですけど、私結構楽曲ソムリエと自称してもいいぐらい隠れ名曲とかがすごい好きなの。だから2人に絶対聴いたことないであろう曲を今回聴いてもらいたいなということで、1曲目はあのチョコラブというね、多分派生ユニット、一番最初にできた派生ユニットで、そうなんだ、さえちゃんとかが入ってた。そうなんですね。聴きたくなった。可愛い、すごい可愛い歌です。チョコ好きだから嬉しい。本当？そうだね、ユリアチョコ好きだもんね。嬉しい。好きな男の子とのキスをとろける甘いチョコレートに例えたという、ね、あ、苦くないんだ。あ、ほろ苦いのかな。ほろ苦いのかな、人によるか。ちょっと切な系のこの時期にぴったりのラブソングになってます。いい曲。ぜひちょっとゆっくり時間があって弾いてみてください。聞いてみる。探します。はい。続いて、いいですかね。はい。須田あかり。あ、じゃああかりに流したいと思います。じゃあ、いきますね。すいません。続いて、須田あかりが選んだ第3位です。エントリーナンバー564、エスコと嘘発見機。この曲知ってます？知らない。あ、カップリング曲なんですけど、最近1個前の旧チーム K2 の曲なんですけど、今までにないふざけっぷりの曲で、なんか本当に今までこんなふざけてる曲歌ったことなかったんですけど、衣装もすごいんですよ。どんな？あの左から見ると学ラン着てるんですけど、右から見るとチアガールなんですよ。正面から見ると、そうなんです。正面から見ると体真っ二つなんですよ。変なんだよね。衣装がまず面白いし、そうなの。そうなんです。でそれで歌も浮気したでしょあなた。N 富士 S 子と浮気したでしょってイニシャルで言うんですけど。ね、ユリアも知ってるの？知ってるこの曲。好き？うん、普通に好き。いや別に好きじゃないじゃんそれ。私は選んでないから、まあダンスより愛は少ないけど、面白いです。面白い、見てても面白い。これは本当に目で見ても耳で聞いても楽しい曲なので、おすすめです。ダンスがいっぱい喋るから聞こえないもんこの曲。喋りたがりなんですよ。なんかさ、曲のだけの時間欲しいね。これね、欲しいですね。気になるよね、めっちゃね。気になる。そうですね。
まだ聞いてるだけじゃさ、ふざけっぷりがわかんないから。そうなんです。何見ればわかる？コンサートとかで歌う？あ、ミュージックビデオ。コンサートは2回ぐらい歌ったことあるんですけど、ミュージックビデオが一番面白いかと。わかりました。思います。チェックさせていただきます。はい。じゃあ次行きますか？はい。私、木崎りあが選んだ第3位はこちら。567エントリーナンバーです。SK48 で不器用太陽。斬新な統治法で。マジ好きよ。あ、こう私がいなくなった後の曲なんですけど、SK からね。そう、めっちゃいい曲来たじゃんみたいな感じ。ちょっと悔しいね。悔しい。歌いたかったね。ずっとね、そのバラード曲が歌いたかったの。うん、しかもラップも入ってるのちょっと。うん、ああ、そうだね。ようようじゃないけど、いい感じの。ねえねえ。なんかねえねえそう、ねえねえ、オレンジエンジさんがすごい好きなんですよ私。あっぽいね。そういう感じの曲歌いたかったです、秋元先生。あ、今来る。でもなんか聞きようによっちゃなんかユリア。うん、向けにみたいな聞き方もできるしね、なんか、ああかな、不器用だけど見てるよみたいなさ、なんかね結構一人カラオケとか行った時とかに歌っちゃう、不器用太陽1曲目に選んで歌ったりして、確かにこれはすごいいい歌。そう、私、うん、あ、何、なんかね、うん、いつも採点するの、うん、あ、そうカラオケ行くと、うん、一番いい点数出る。そうなの？何点ぐらい？うん、うん、ちょっと低めだけど。かわいい。ユリアは歌苦手だね。じゃないから。ユリアは不器用太陽好きってこんだけ言ってますけど、うん、太陽って字まだ漢字書けないんですよ。ほんとだ。ぶとただけ漢字で、器用とようがひらがなだね。たはうちの兄ちゃんが翔太って名前なのにた書けるんですよ。そんな理由？そんな理由。不器用太陽、せめて好きな曲書けるようになるといいね。そうだね。好きな曲から勉強してこう。何点何点？78とかだった気がする。ユリアにしては大健闘。そう、大健闘。ありがとうございます。以上です。じゃあ続いて、はい、2位の発表に移りましょう。はい、峯岸みなみが選んだ第2位はこちら。エントリーナンバー754番、フレンチキスのある秋の日のこと。なんかいいね。え、早、もう伝わった？嬉しいわ。メロディーいい、メロディーがいい。すごい、なんか私もリクエストアワーで昔は、はい、今年から復活したけど昔は派生ユニットも OK で、そうでしたね、その時にランクインしてて、そうなんかこうキャッチーじゃない、すごいキャッチーリズムが、それすごい好きになって、うんうん、フレンチキスはある意味まあノースリーブスのライバルでもあるけど、3人ユニットで、またなんだろう、ノースリーブスとは違って、なんだろう、角の取れた、なんだろう、みんな女性らしいというか、すごいみんな美声じゃない、3人とも歌も上手だし、なんか、あ、生まれ変わったらこういう女子になりたいなみたいな。あれですよね、あの、の、あ、じゃあフレンチキスさんって、あの、彼の母に紹介したい、そう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 、紹介したい系ユニットですよね、うん、だからそれある意味無難って意味だよねってみんなでいじめてたんだけど。なんて逆に、なんて、ね、すごい好きな一曲ですね、うん、いい曲だよね、すごいチョイスがいいな、兄ちゃん、うん、なんか、ね、チョイスもうちょっと考えればよかったって思えてきました。ダースだってもう気持ちじゃん、はい、なんか気持ちで選ぶでしょ。そうですね、でもダースらしい曲が揃ってるんじゃないかな、揃っちゃうかもしれないですね。じゃあ続いて須田あかりが選んだ第2位です。エントリーナンバー573番、恋よりもドリーム。本当に自己 PR で申し訳ない。本当ですね、宣伝です。あと松村かおりちゃんと谷まりかちゃんと須田あかり3人のユニット曲なんですけど、そう、この曲すごい曲なんですよ。あ、でも恋よりもドリーム、ちょっと攻めた歌詞なんですけど、私と目合わせなくなったね。はい、ちょっとどうしようと言った。いいでしょ、全然いい。私も今は恋よりもドリームで、ほら、はい、頑張らせてもらってるんで。歌えるよ、みーちゃん。歌えます、私も入れてください。はい、じゃあ4人ユニットで。はい、どんな曲ですか？はい、あの、なんだろうな、本当にタイトルの通りでもあるんですけど、うんうん、中には今もセリフが入ってるんですけど。出ますね。何つったのこれ。なんか谷がダース&ツーマーを見て、あの、私もユニットに入れてくださいよっていう、で、まだ入れてあげないっていうセリフが入ってたりとか、うんうんうん、とにかく、ね、夢に向かってその脇目も振らずに突っ走ろうっていう、まっすぐなバカ正直な曲になってます。意外といい歌詞なんだよね。そうなんです。絶対もう裏切らないの、ダースは。はい、
もう全く興味ないの男の子とかに。ないです。ないっていうか、ないって言ったら嘘になりますけど、もうけどなんて言うんでしょうね、もう青春は過ぎ去ったので。だって SK の何歳だっけ、ディエットに入ったのが18歳なんですよ。ユリアと一緒だ今。そっか、じゃあそれなりになんか学校生活とかも楽しかったんだろうな。そうです、まあ女子校だったんですけど、うん、そのなんだろうな、青春っていうか悔いはもう高校中高生ではないので、うん、なんか、うん、今はこっちに集中したいなっていう。本当にアイドル、本当だよ。だから私すごい感動するもん、いつも。だってアイドルって今しかできないですよ。いや、分かってるんだけどね。ちょっと、分かってるけどさ、それよりもっといいものが出てきたね。分かってるけどさ、例えばだよ、はい、言えば、できなかったけど、10代の時の制服デートとかもその時にしかできないじゃん。そうですよね。そういうのはどう割り切ったらいいの？まあ、もうどうせできないんだけどさ。まあ、割り切り方って言ったら難しいですけど、うん、でも、自分がどれだけここで必要とされてるかとか、求めてくれてる人がいるかって思ったら、なんか今いろんな時間も大切にできるかなって。真面目なんですよね。そこが本当に人気の秘訣というかさ、うん、いやいや、なんか握手会とかでさ、はい、なんか途中で流しが早くなっちゃって、あの、はい、なんかそれに対して謝ったりしてたググタスを見たのかな。よく見てますね。なんか本当にみんな同じ平等な時間じゃなくてごめんなさいみたいなのを言ってる時に、なんか、うん、この人本当にすごいなと思ったし、すごいですよ。だからここまで努力してここまで来てるんだなと思って、いやいや、うん、恥ずかしい。私ね、そういうのしてこなかったなと思って。そんなすごく今日ちょっと直接話して勉強になったし、ユリアも多分仲がいいから、うん、そういうところがすごいあるなってどんどん分かる、うん、絶対大丈夫そう、うん、裏切らないつもりですね。絶対大丈夫そう。うん、もうなんか超変な人に騙されるか。どんな人？自分は絶対大丈夫そう。本当に二次元のキャラクターが出てきたら、それはマジでごめんなさい。ちょっと恋しちゃいます。それは。まあ漫画からユリア迎えに来たよ。だったら、もうそれはもう、しょうがないよ。しょうがないな。うまいとこ落ちたところで。はい、じゃあ。話も聞けたので、行きましょう。ありがとうございます。私、木崎ユリアが選んだ第2位はこちらです。エントリーナンバー256番。ディーバさんで泣ける場所。意外。ねえ、声がまず好きなんですよね、皆さんの。これアミナとかもいる。そうなんです。4人のディーバができる前の、うん、AKB のカップリングとしてのディーバって呼ばれてた、うん、はいですね。なんかそこの歌詞、この後の歌詞、あ、違った、なんだよ。せっかく音あげたよ。あの、私が好きな歌詞がね、いいよ自分で言ってよ、さらっと。突然地上からあの空のどこかへ消えた君はっていう歌詞があって、ずっと普通に聞いてたのに、あ、そういうことかって、こう空に消えちゃったんだって。いなくなっちゃった。そう、いなくなっちゃった。そう、ママが好きだったの、この曲。あ、でカラオケで歌ってて、泣きながら歌ってくれたの、この歌詞の部分を。でそれ聞いてて、あ、そういうことかって思って。私も今知ったわ。めっちゃいい曲なんです。深いんだ。すっごい深いの。結構メンバーが選ぶ曲ってさ、暗い曲多くない？なんか。多いですね。意外とさ、メンバーがみんなしっとりした曲好きだよね。心に染みるというかさ。深夜のラジオだからちょうどいいかもね、これぐらいが。すぐダンスみたいにガヤガヤしてるよね。いやいや、ダンス、ね、そこのいいよね、その確かにいい感じに撮れてるよね。抑揚があっていいんじゃないかな。すごい好きなんですよね。ユリアがさ、ディーバみたいなの選ぶの意外ですね。どうですか？いい曲ですわ。久しぶりに思い出せて嬉しい。ね、なんか、やっぱり、隠れた曲っていうか、その、うん、目立った曲じゃなくても、うん、いっぱいあるんだよね。そうなんです。いっぱいあるよ、本当に。今回それがさ、どん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 上に上がってきたりとかさ、うん、そうですね。まあ上じゃなくても披露できたりしたら、うん、またさらに新しい、ね、なんか熱が帯びてね、うん、再発見されたりすると、うん、いつもコンサートで同じ曲とか やりがちだけど、はい、意外とあるんだぞっていうところもね、はい、新しいファンの人は知らない曲もいっぱいありますしね、うん、なんかアイドルファンじゃなくてもいい曲だなと思える曲も意外とありますよっていうところ、うんうん、そっから AKB をファンを掴んでね、見せていきたいですね。はい、さあ、はい、いよいよ、いよいよ第1位の発表に参りたいと思います。はい、峯岸みなみが選んだ第1位はこちら、エントリーナンバー974番、ノースリーブスで嘘でしょ、七里ヶ浜の七不思議。嘘でしょ、大事な嘘だ、第1位嘘でしょ、大事なところ。これはですね、
なんか主人公の男の子が AKB の曲が好きな男の子なんだけど、あんまりモテない感じなんだって。まあ、これ AKB ファンの方失礼だけど、そんなことないよね。みんな AKB 聞いて全然冴えない感じの男の子が、そのすごい可愛いクラスの女の子と付き合えて海でデートをしてる、で AKB 聞きながら気分は最高みたいな、AKB っていう言葉も曲中に出てくるんだけど、AKB あノースリーブスのアルバムの小島春菜バージョンで、私と高見菜は歌ってなくて、春菜と何人かのメンバーで歌ってる歌なんだけど、すごいね可愛い歌なんですよ。七不思議なの？そう、なんかだから学校の七不思議とかあるじゃん。なんか目が動くとかさ、音楽室のモーツァルトの目が動く、聞いたことある、階段が増えるのとか、でこんな僕が可愛い女の子と付き合えるっていうのも不思議の一つだよね。面白い、ロマンチック。そう、歌詞が面白そうですね。希望がもらえる。なるほどね。なんかね、恋をしようとかやってみようっていう。ダメだよ。今その話をしたばっかりだった。そうだよ。じゃあそれはあのファンの人に向けてね、聞いてる人に向けて、前向きになんかいろいろやってみようみたいな。そうだね。もしかしたら奇跡が起きるかも。素敵な曲。前向きになれる。知らなかったな。すごいいい歌ですね。はい。皆さんは恋愛禁止ないですからね。ね、聞いての皆さん、ね、どんどん恋愛してもらって、私たちの分も頑張ってください。いやいや、むしろ私たちに恋していただかないと。あ、そういうことか。そうですよ。こういうのがうまいんですよ。ちょっとでもするわ。私たちに恋ね。じゃあ、そんな話わかりました。はい、行きますか。はい、行っちゃいますよ。行きましょう。あ、もう申し訳ない。行きますね。続いて大丈夫だ。須田あかりが選んだ第1位です。559番。ここで一発。ラスト妻です。何自己主張がすごいな。もう何も考えてなくって。いや、何も考えてなくないじゃん。めちゃくちゃ考えてるんだよ。だって大事な自分の時間だから。本当ですよ。ね、これ狙ってんだ、上位。そうですね。で、去年すごかったよね。そうなんです、あの初めてリクエストアワーでなんか自分が代表としていただけさせてもらえる曲をもらえたのがこの曲なんですけど、何位だっけ。第4位でした。ね、AKB さんのリクエストで。でもそうなんです。ベスト3に入ったらフルじゃないですか。いや、絶対阻止しよう。何の曲で阻止する？何の曲だろう。何の曲だろう。何ですか？みんな、私ソロ曲が実はあって。あ、そうじゃん。私は私っていうね、すっごい隠れた名曲の、めっちゃいい曲ですね。あるんですけど、一時期めっちゃ聴いてた私。本当に本当に。すっごいネガティブ人間の歌なんだけど、多分ダンスもう聴いた方。方がいいと思う。本当ですか？大丈夫ですか？ちょっと涙出るかも。本当にいい曲だよ。あの本当私が歌ってとかそういうの抜きに、はい、メンバーみんな、はい、絶対共感できる、なんかね、歌詞がね、なるほど、一緒にスタートしたはずの仲間はみんな先を行ってるみたいな。みんながわかる感じのね。そうなんですよ。でももうこの歌も。そう、なんかそういうなんか自分に当てはまる歌詞が入ってる曲って本当特別じゃないですか。だってこれはだってダース通間に書かれた曲だから。そうなんです。歌詞もなんかアイドルになってからの自分の生き様が歌詞になってるんですよ。そうだよね。なんか振りとかさ、インパクトに、ま、負けてあんまり聞いてなかったけど、ちゃんと歌詞聞くとさ、そうなんです、ちゃんとしたこと言ってるよね。2番の歌詞が特に私たちにぴったりなんです、うん、だからフルでちょうだい、ちょっとやりたいねって言って、一節ちょうだいよ。私そのずっと目立たない場所だったけど、うん、ちゃんと見ててくれた人サンキューっていう歌詞があって、なんかそのずっと3年ぐらいステージずっと端っこだったんですよ。盛り上がったよねっていうのとか、あとカオタンのこれも分かりやすいんですけど、まるで期待されずにやってきた悔しい思いばかり、茨の道っていう。確かに誰も期待してなかっただろうね。そうなんですよ。まあ、そんなこともありつつのね、え、確かにこれじゃあ AKB で光が当ててない人も、もしくは会社や学校で全然そう期待されてない人にも当てはまるかもしれない、ね、可能性はあるっていう。期待されてる人より期待されてない人の方が多いからね。そうだよね。いや、いい曲ですよね、はい、ここで一発みんなも頑張ってみてほしいなと、この曲を聴いて思います。いいですね。じゃあラストの締めは私木崎ゆりやが選んだ第1位を紹介したいと思います。こちら、はい、エントリーナンバー959番、柏木由紀さんでショートケーキ。うーん、いい曲だよな。いや、もうね、ゆきにさんが好き。わかる。うん、すごいよね。入ったんだよね。なんだろうね。可愛いよね、めっちゃ。柏木由紀でしかないよね、ゆきにさん。ゆきにの香りはいい。
いないもんね。いないですよね。なんか歌詞がまたすごい良くて、なんかいちごをね、大丈夫か、大丈夫だと思う、理解できてる。ショートケーキがあるじゃないですか。ショートケーキっていちご1個じゃん、まあね、基本的に大概、ね、うん、まあ、2個の場合もあるけど、中に入ってるのってね、この歌詞は1個なの、上に乗ってるやつだけ、上に乗ってるやつ1個なの、うんうん、その1個のやつを昔は私が食べる、僕が食べるって喧嘩してたのが、いつの間にかいちごをたくさんくれたよねっていう歌詞に変わるのが、これが恋なのかって思った。あ、自分じゃなくて気づかないうちに思ってくれてるっていうこと、幼馴染の曲じゃないですか、うん、いいですよね。なんかやっぱ漫画的にも幼馴染での恋愛ってすごい、幼馴染萌えあるからね、萌えるんですよね、なかなか気づけなかった、うん、けど一番近くにいたあいつがみたいなね、いちごくれるようになっちゃったよみたいな、キュンみたいな、そういうピュアだな、すごい好き、ピュアだな、絶対騙されるな誰か。そうですけど、本当いちごくれたらちょっと好きになっちゃうかもしれない、ね、いやちょっといちごもらってもついてっちゃダメだよ。いや、はい、いちごだよみたいな、気をつけるわ。本当にいい曲だよな、本当にいい曲。ゆきりんの声ずるいよな、ずるい。しかもさ、ゆきりんさんのソロコンサートでやってるんだね。そう、コンサート DVD 見たことある、あの見たんですよ DVD。 私行ったよ生で。え、羨ましい。行った方がいいよ。私買いました自分で。なんかね、DVD、後悔する、ここまでこういう感じでやってきたこと。あー、ゆきりんみたいにやって、ゆきりんみたいになりたかったなって思わされた。そうだよね、なんかすごいよ全部が。すごいよね、すごいな、完璧ですもんね。行きたい、見に行きたい。また会ったら行こうね、みんなで、ね、行く場所。ここまで発表してきましたが、はい、なんか気になった曲ありました、それぞれ。なんかもう基本的に峯岸さんが紹介してくださった曲で、嬉しい。もそう、なんか2人に本当に知らなそうな曲をアピールしたかったのってすごい嬉しいですね。いい曲ばっか。しかもなんか読んでて全部、全曲本当に知らない曲多くて、うん、なんかね、サバの缶詰とか知らないし、淡路島の玉ねぎとか、なんどんな曲なんだ、食べ物食べ物気になっちゃった。結構多いね変な曲ね。そう、知らない曲ばっかでびっくりしちゃったの。でもいつかさ全部聴きたくない、聴きたい。それでさ、うん、全然光当たってなかった曲をさ、うん、なんかサッシーとかもそうだけどさ、うん、ツアーとかでいきなりやってさ、めっちゃいい曲、ね、なんか思わせたりしたいんだよね。それいいですね。好きだよねそういうの、みーちゃん。そう、 やりたいんだけど勇気がないんだよね、これ盛り上がんなかったらどうしよう。そう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 、いつもそうなんだよ私たち。結局王道な感じにしちゃうんだけどさ、の話とかね、それ、わかります。もう一回これ全部網羅した時に本当に AKB として誇れる気がする。誇れるね、うん、その機会にいろんな曲を皆さんもね聴いてほしい、いっぱいあると思うので引っ張り出して聴いてみて、厳選した1曲に皆さんぜひ投票していただきたいなと思います、そうですね、本番もお楽しみにということで、以上、はい、フラゲリカワでした。峯岸みなみです。峯岸みなみアフリカさん、富士春は今どこで何をしているか大胆予想してください。そろそろ家に着いたかな。 AKB48 のオールナイトニッポン。今夜は峯岸みなみと木崎ゆりあと須田あかりがお送りしています。 AKB48 のオールナイトニッポン。先ほどのフラゲリカーの感想が来ているということで、じゃあダース読んでください。はい、読みます。北海道にお住まいのゆきさんからです。ありがとうございます。みーちゃんの選曲神すぎる、天才、最高、素晴らしい、七里ヶ浜大好きすぎて一時期毎日聞いてた、といただきました。この世の褒め言葉全部集めたような。そう、ベタ褒めですよ。めちゃくちゃ褒めてもらって、神じゃないですか。よかったよかった、本当にいいですもん。ありがとう、ゆりや。はい、北海道にお住まいのまんまる顔の人押しさんからいただきました。ゆりや誰だ。あかりんのランキングは予想通りでしたね。あら、みーちゃんの選曲は本当にうまいですね。うわ、嬉しい。みーちゃんがアルバムのセトリとか考えたらいいアルバムができそう。ゆりやは変な人に騙されないでね。あら、心配されてるね。大丈夫だよ。
丸顔推しさん。私じゃないよね、きっと。今日丸顔役に見えるんだけど、その感じだと私の目の前の丸顔だと思う。三日月、気をつけます。満月、満月ね。めっちゃ細いじゃん。続いて、はい。意外と鋭い突っ込みさん。大阪府在住のカラオケ師さん。うん。ありがとうございます。私は私は名曲です。ぜひかけてください。おぉ。あ、嬉しいですね。ということで、もしかしてかけてくれる？ちょっと待ってですか？続いてるんです。ですね、ラジオネーム、つかたんさん。3人の選んだ3位、共感できました。特にできたのは、ユリアが選んだ、泣ける場所です。でも、みーちゃんが歌う、私は私、名曲、いや、神曲だと思います。何度聴いても泣けます。まだいるぞ。そして、北海道コンフィさん、私は私、本当に名曲、泣ける。もっと歌ってください。とこれ自分で読むのも恐縮なんですけれども、ね、たくさん。いただいてしまって、はい、おっとこんなにリクエストいただいてますけど、すいません、これ3人のおられて本当に申し訳ないんですけど、ぜひ、はい、ダースまだ聞いたことがないということで、一瞬一節かけていただいてもいいでしょうか、ね、やったー、お願いします。ではちょっと聞いてください。私は私です。いや、ちょっと結果的に一番長くかけていただいて、すいません。ありがとうございます。本当にこれ聞いたらみーちゃん推しになる。嘘、ありがとう、うん、なってでもゆきりん好きなんだよね。あ、でもこれ聞いてるときはみーちゃん好きだ。なんで聞いてるときだけなんだ。それでも嬉しいですけどね、これ好き。ダンス超当てはまると思うな。いつも泣いてるじゃん、元気だけど。元気だけど、なんか目指してた場所なのに、なんか今そこに立ってる自分でなんか嬉しいはずなのに、なんか不安になったりとかっていうのがすごい当てはまる。聞いてもらえてよかった。じゃあ私この曲を持ってここで一発に立ちに向かっていくので、絡めてきた。ちょっと混ぜてください。頑張ろう。本当にありがとうございます。聞いていただきました、はい、私は私。お知らせの後はメールで参加できるクイズ企画です。ノーマル夜空さん、12月のカンガルーをエア握手会で釣ってみてください。12月のカンガルーじゃなくても、もともと好きなくせに。 AKB48 のオールナイトニッポン。さあ、真夜中のクイズ企画です。プレゼントが当たりますので、ラジオの前の皆さんぜひ参加してください。タイトルはこちら、深夜2時30分のクイズ AKB。 よクイズ30分頃になると始まるクイズです。私たちがとあるメンバーについて名前を伏せてトークをします、うん、ラジオの前の皆さんは私たちが誰について話しているのか、そのメンバーを当ててください。一番早く正解したリスナーには、日本放送開局60周年記念 T シャツに私たちのサインを添えてプレゼントします。私たち3人のトークが始まったら答えのメールを受け付けます。分かった時点でメールを送ってください、はい、終了ゴングで受付終了です、はい、受付メールアドレスは akb@allnightnippon.com akb@allnightnippon.com。 氏名、年齢、そして住所も忘れずに書いてくださいね。それではいきますよ。深夜2時30分のクイズ AKB スタート。さ、軽いとこからいきますか、うん、はい。じゃあまずそのとあるメンバーを色で例えると。色で。せーの、オレンジ。お？ダースは？赤。イエロー。オレンジ。あ、でも、あ、まあそんな感じだよね。明るい。暖色ね。暖色わかりますか？あったかい感じだよね。お、逆は？逆は？ユリア。え、寒色？暖色？寒色。おお。一瞬寒色って言ったけど、危なかった。暖色系。明るいってことなんですかね。続いてなんかテーマありますか？天気だと、うん、あ、もうこれはね、この流れで言ったら ね、せーの、晴れ。うーん、むしろ虹が出てそうな感じだね。難しいかな。うん、キラキラしてますからね。キラキラしてるかな。出すのがある。え、じゃあ動物。動物。あー、オッケー。はい、せーの、イサギ。アライグマ。アライグマな。ウサギって言いました、ね、ウサギ。犬って言った。アライグマ。どういうところが。え、なんかとりあえず可愛い。まあ、かわいい。人をハッピーにさせるっていうか。あー、そうね。でももういいことしかないね、今のところね。いや、いい子だよね。うん、いい子。とてもいい子。犬。キャンキャンしてるイメージが。人懐っこい。人懐っこい。そうあるね。私単純にこう、なんかルックスが。顔が似てる。確かに言われて。なんかポテッとした感じ。似てるな、なるほど。他は？
何型っぽい。あ、実際の血液型知らないでしょ。知らないです。私も正直よく分かってないので予想で、せーの、大型。そうだよね、大型だよね。大な気がします。おっとりみたいな、オーラが、うん、マイペースで回りみたいな、うん、ちょっと今のところ来てるメールですね、はい、千葉県味噌カツの一部、ミーヨン。ミーヨンじゃないんだな。違います。ブブブブ、埼玉県南アフリカさん、コジハル。あー、違います。ラジオネームオフサイドトラップさん、うん、宮脇さくら。あー、違います。福島県ラジオネーム立て外さん、高橋みなみ。違うな。じゃあ思い出は、なんか思い出それぞれね、どんな関係3人とも一応共通してるメンバーを選んでるからね。そうだね、私が一番関わりなくはないメンバー。あ、ユリア軽め。ユリアはなんか毎日ね、 AKB 来て毎日、うん、ピースピースって挨拶してくれるの。その会うたびに、ね、ユリアピースってやってくれるの。可愛いなこの子と思った。本当になんか誰にでも多くせずね、そういうちょっとしたやつでもすぐ、うん、なんだ、会話でも落ち着くしね、話しかけてもらえる。おっと、高知県ミスタードラゴンズさん、お小島子。あー、来た。おめでとうございます。いい子だよね。いい子ですね、うん、正解者が出たということで、私たちが話していたメンバーは、うん、せーの、小島まこちゃんです。はい、正解者の中で一番早くメールをくれたのはこちらの方ですね。先ほどの高知県ミスタードラゴンズ19歳の男の子かな、いただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。ミスタードラゴンズさんには、T シャツに私たちのサインを入れてお送りします。以上、深夜2時30分のクイズ AKB でした。キリアです。ラッシーさん、チーム4的2014年の流行語を教えて。まるまるちゃん、 AKB48 のオールナイトニッポン。ちょっとユリアンのまるまるちゃんってよく意味が分かんなかったですけど、ちょっと時間もないのでコーナーに行きたいと思います。続いてはこちらのコーナーです。リクエスト選抜。あるテーマに沿って私たち3人がそれぞれ選曲、選んだ理由は熱く語り番組スタッフが判定、選抜された1曲のみがオンエアとなります。今夜のテーマは11月26日いい風呂の日にちなんでこちらです。お風呂で聴きたいこの1曲。ユリアのトーンとだいぶ可愛く言ったのにね。合わないな。寒い季節にホッとできるくつろぎのひととき、バスタイムをさらに盛り上げてくれるお風呂で聴きたい曲をそれぞれ選びました。はい、順番は、はい、お、自信ある？自信ないから1曲目先に言っとこうというそんなユリアからスタートしていきます。はい、私がお風呂で聴きたい1曲は愛子さんのバスタブです。いいね。まあ、バスタブっていうぐらいですからね、もうお風呂ですよはい、バスタブイコールお風呂ですよ。バスタブが何か分かってないんですけど、ね、え、マジで服ですか、それともなんか服ふわふわってなるやつ、はい、どれのことだろう、もう分かんないですけど、とりあえずバスタブって言ったらお風呂なんですよ。バスタブ何、服、なんかさ、服出た後に着るバスローブでしょ。バスローブか、ブワブワってなるやつ、それあのジャグジとりあえずね、あの歌詞を調べたんです。そしたらね、うん、喧嘩してでもバスタブから上がったら、うん、電話して謝ろうみたいな歌詞だったんです。どこから上がってんのそれ、ユリア的には。え、バスタブだからなんかブグブグしたやつから上がってんじゃないかなってなんかなんせこの曲聞いたことないんです。調べてめっちゃ聞いてみたいこの曲って思った曲なんで、皆さんもさ、やっぱ聞きたいと思うんですよ。聞いたことない曲が聞きたいなんでしょ、そこをついてるんです、よくご存知で。まあね、女の子はね、素直が一番ですからね。そういう歌詞になってるみたいです。このまとめよくわかんないですからね。ちなみにバスタブとは湯船のことです。そうですよ、もう これ自体ですお湯のこと、なんかもう浴槽昨日一緒に入ったでしょ。あ、バスタブ入ったね、うん、だから お湯に浸かって上がってみたいなことでしょ。なるほどね、勉強なる。すごいねどうやって生きてきたの。こうやって生きてきた。やばいね、みんなにいろいろ助けられてここまで生きたんだね。助けられて私はもう18年間すっごいアバウトこんな感じかな。そうですね、うん、負けたくない。頑張りましょう。ダンス行く。はい、私がお風呂で聞きたい一曲は、うん、SKE48 の水のないプールです。ここでもまた SKE みんな合わせてくるね。なんでこの曲かっていうと、お風呂で私が歌ってみて一番
エコーが響いて気持ちいいなと思った曲なんです。バラードなんだ。私基本的にお風呂の中で歌う曲は、うん、あの自分の歌パートがある曲を練習しようと思って歌うことが多いんですけど、この曲、ね、その水のないプール、プールって水関係じゃないですか、うんうん、でも水ないんですけど、危ないね、水のないプール、そう水ないんですけど、まあバスタブにはぜひ水を入れて聴いてもらいたいなと思うんですけど、うん、すごいあの曲もなんか雫が聞こえてきそうなメロディーが一人でバラードです。バラード曲なんですけど、公演の一番最後の曲にかかるような、ね、チーム S の制服の目公演の本編ラストの曲なんですけど、うん、本当になんか足がつかなく、プールの底に足がつかなくてジタバタしてるっていうその自分の悩みと合わせた感じ、なんかお風呂ってやっぱ自分を見つめ直す場所でもあるじゃないですか。バースだいぶ来てる、悩んでるね。悩んでないですよ。ネガティブな、ね、ネガティブソングだね。ネガティブソングは暗くなっちゃいそうだけどもね。なんでちょっと聞いてみたいですね。しっとりいい曲ですよ。はい。じゃあ続いて私から行かせていただきたいと思います。はい。私がお風呂で聴きたい一曲は、今回、うん、ちょっと申し訳ないんですけど、うん、反則技を使わせていただきます。あ、もうダメです。なんだろう。11月26日に、6年前の11月26日、いい風呂の日に発売されました。ノースリーブスのデビューシングル、リラックス。うわ、これは聞きたい。これね、本当に偶然、今日の6年前に発売された歌で、まあ、その、やっぱり、お風呂に入るっていうことはリラックスですよね、イコール。そうですね。まあ、この曲の歌詞は、頑張ってなんて私言わないよ。君はもう頑張ってるから。頑張ってっていう人は多いでしょう、曲も多いでしょう、ね、そんな中で分かってるから頑張らなくていいんだよっていう逆の意味で応援してくれるっていうこの歌をこの記念すべきこの日にぜひ聴いていただきたい。そんな風に春菜と高めの分も背負って今日ここに来ました。ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。リラックス。もうさ、もう聞く前提じゃん、リラックスって言っちゃったもん。勝ち目がなかったよ。私はね、かけてもらっちゃったから、ちょっともうずるいすぎるかなと思ったので、ちょっともうそれはスタッフさんにお任せして、甘め判断でも。ユリアンのもだって逆に気になったじゃん、なんか。そうですね。そうですよね。そんな人がいるかな。バスタブ。バスタブって何ですかから入るよ。いや、もうこう、わかんないですからね。どうなるかはわからないですよ。はい。ということで、運命の投票タイムです。3人のプレゼントじゃない、プレゼンを聞いた番組スタッフに、挙手で投票してもらいます。はい。一番聞きたいと思った人の曲に手を挙げてください。まず、ユリアが紹介した、聞いたことないけど、バスタブ。はい。お、聞きたいと思った人、1、2、3、4。4人。チーム4。チーム4。そして、ダースが紹介した、水のないプール、聞きたいと思った人。お、あ、一人いてくださった、ありがとうございます。若干強行突破で反則技を使いました。峰岸のリラックスが聞きたいと思った人。お、あ、4人だ。マジか、4だ、4じゃん。じゃんけんで決める、ここは平等に。そうする。私はちょっと流してあげたい気分。いや、私でも私すっごい流してもらっちゃったから。ほんと、私は知らない曲だよ。あ、もう一人の人に決める。あ、ダンスか。ダンスにじゃんけん、ダンスに入れた人、ダンスに、ダンスに、ダンスに聞きます。バスタブが聞きたいと思いましたか？リラックス聞きたいと思いましたか？あ、やったー！今夜はね、ビップ待遇で。もういいっすよ、小島さんもせっかく来てくれたので。あ、本当に、はい、聞いたことある？あります。すごいかも。あ、嬉しいです。じゃあ、そんなユリアも初めて聞いてみてください。はい。今夜リクエスト選抜に選ばれたのはリラックスということで、6年前に発売されましたノースリーブスのデビューシングル聴いてください。リラックス。48のオールナイトニッポン、この番組はスカルプ D、 クリエイト、白夜処方、ブルボン、 AKB48、 ついに公式音ゲー出ました。以上、各社の協賛で東京千代田区
有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。今夜もあっという間にお別れの時間になりましたが、どうでしたダース？はい、私こんなにもたくさん素敵な曲に今日で出会えるって思ってなくて、ね、それが一番大きいです。なんか音楽聴くのいいよね。そうなんです。私すごいぶっちゃけるんですけど、うん、歌って嫌いだったんですよ。本当そうなの。歌が嫌い？本当に嫌いで。よくアイドルになったね。そう、SKE の3期生のオーディション、応募概要に歌唱審査が書いてなくて、そうな、結局追加になったんですけど。でも受かったら結局歌うことになると分かってたでしょ？分かってたんですけど、ダンス審査受けてみたくて。ああそうなんだ。ダンスやってみたくて、へで入ったのもあったんですけど、なんか曲がどんどん好きになってきます。歌っていうものが好きになってってるなっていうのを今日感じて、ファンの方もリクエストとかしてくださったりとか、一緒になんかも作っていけたなって、うん、ラジオやっぱいい曲あるからね、はい、秋元さんも頑張って書いてるから、はい、いつもやってください。本当にありがたいです。ありがとうございます。ゆりやはどうでした？そうですね、なんかダンスとはね、うん、5年間やってきて、みーちゃんとも最近ぐんと仲良くなって、うん、でもなんかお互いになんか2人とも仲いいけど、うん、お仕事とかラジオとかでこうやって話すことがなかったから、うんうん、改めてこうやってお話しさせてもらえて、またなんか仲が深まったのかなって。へえ、あ、なんかいいこと言ったじゃん。うん、出して前半やばいかなと思ったけどね。よかったよかった。ひどいな。私もやっぱダンスとは今回がっつり絡んで、うん、やっぱそのプロ意識の高さとかすごく勉強になったし、ユリアともなんか知ったつもりに最近なってたけど、また違ったダンスとだから見せる顔も見れて、なんかすごくこのメンツ新鮮で楽しかったなと。楽しかったですね。思いました。ありがとうございます。来週は誰が登場するんでしょうか、お楽しみに。再来週は AKB48 2014大反省会です。総監督の高峰とメンバーがガチトーク、反省してほしいメンバーとその内容を送ってください。よ、じゃあ感想メール読みましょうか。読みましょう。はい、じゃあ私いきます。岐阜県にお住まいのメータンさんからのお便りです。はい、やっと。この時間に私や私をかけるのは反則です。本当にいい曲ですね、うん、ジーンときました。リカは上位ランクイン目指すぞ、いありがとうございます。これ以外にも、はい、私は私に対するメールがたくさん届いているので本当にありがとうございます、はい、いい曲。はい、じゃあユリアもいきます。千葉県にお住まいのラジオネームセリオナセブンさんからいただきました。私は私リラックスと峯岸みなみスペシャルになったオールナイトニッポン、とても盛り上がりましたね。ツアー後のチーム4メンバーのググダスを見ると、峯岸さんの私は私に感動したというメンバーが多く、愛されているキャプテンなんだなと思いました。これからもチーム4を引っ張ってください。 ありがとうございます。私からも、ユリアがね、いなかったから、うん、その日ちょうどね、本当に行きたかった。本当にその時にやっぱユリアいないと結構きつかったね。いや私のファンを見てはすごい感謝してた、みーちゃんに。そう、オキドキをね、うん、歌ってるんだけど、はい、いつもユリアと、そう、ユリアがいないから感想で、うん、ユリアに届くように叫びましょうって言って、ユリアのファンも喜んでくれました。喜んでた。それ最後、うん、松橋さんさんからいただきました。今日初めて知ったことは、はい、ダースが KY を意識的にやってるということです。ちょっとやばいね。本当にそのギャルの会話のノリで言うと、はい、ありがとうございます。新発見もたくさんありました。オールナイトニッポン楽しくお送りしてきましたが、そろそろお別れの時間です。今夜のパーソナリティは須田あかりと木崎ゆりあと峯岸みなみでした。バイバイ。最後まで喋ったな。楽しかった。AKB48 のオールナイトニッポン。